チャレンジングなイベントで、今日は実物のモックアップを見に来て、また面白かった。民芸君、パネルの時に、僕が投票して押したのと結果とは実際はずれてます。現代なる。でも審査員がたくさんいるっていうことは、こう絞り込んだ時にギリギリでどっちを残すかっていうこと、にいろんな視点が入っていいわけだし、もう一つすごいクリアだったのは、こうやって実物になると審査員が初めは全然違うものを選んでても一致します。で、一致したってことは力があるから、だから、これから銀座にチャレンジする人は絶対にこけないようにいいものを作ってください。おめでとうございます。